この雪じゃなかなかタクシーも拾えそうにないな。どうしよう。本当は全然車来ない。俺のマンション来る。え？こっから歩いて10分ぐらいなんだけど。私今入江君の部屋に二人きりでいるんだ。この部屋松本さんも来たの？いや、お前が初めて。冷えただろう。シャワー使う？入江君お先にどうぞ。俺は後でいいよ。おお、いや、入江君家なんだから。彼はシャワーを浴びていて、そしてこれから二人きりの一夜が。そりゃ入江家で一度そんなこともあったけど、今度は訳が違う。だってこの部屋、ベッドが一つしかないんだもん。私こんな時なんてこと考えてんの。着替え、俺のしかないけど。ありがとう。じゃあ。私ったら何を期待してるんだろう。ゆうきくんがこんな時に。当たり前じゃない。おやすみなさい。でも女の子と一つのベッドで何もしないなんて。ただ私に女としての魅力がないだけなのかな。そうか、そうだよね。落ち込んでる？
俺が何もしないから、お前落ち込んでるだろ。うん、落ち込んでないか。俺、お袋の思い通りになりたくないんだ。今日お前がここに泊まりに来たことをお袋が知って、それで何かあったなんていうことにでもなってみろ。あの人の思うツボだろ。俺たちキスまでした仲だっけ。忘れられなくなった俺のこと。もしかしてスタイルもいいし。分かってるよ。呼ばいしに来たんだろ。何が違うの？こんな夜中に男の部屋に忍び込んでくるのはそれ以外ないだろう。安心しなよ。恥欠かせないから。恥って、それってそういうこと。家には俺たち以外誰もいないしね。そんなあいつだって言ってただろ。天才だっていつ獣になるかわからないって。あ、思うツボだろ。そしたら俺一生あの人の思い通りにされちまう。ことこちゃん、お兄ちゃんの部屋に泊まったの？まあ、なんとなくわかる。だから家族にもこの家の住所を教えなかったんだ。そうだったな。お袋ってあんなんだろ。今まで何をやっても余裕があった。逆に家は暇だったんだよ。忙しくなってみて、自分にとって大切なもの、興味があること、少しずつだけど分かってきた気がするんだ。作っちゃおうか。ゆりえくん、これはそういう感情も少ないみたいだ。もう。ナースと患者か。なんかこのシチュエーションってやらしくっていいな。でね、それから、それから、休みに会いに。教えない。もう寝るぞ。ねえ。
聞きたいね、聞き。おやすみ。幸せで、幸せで。すごく想像しくって、家に帰ってきたんだって実感したんだ。ただいま。おかえり、入江くん。もうずっと一緒にいられるんだね。お医者さんになってよかったね。そうだな。男は好きだよ。私も大好き。俺はもう平気じゃない。